それではこちらの文献について相田が紹介します。とこちらはマシールの、に、投稿されて、クオリティエスティメーションっていう、 こう機械翻訳の品質を推定するタスク、シェアタスクで、まあ元々あったんですけど、まあ、最近こうニューラル系の手評価する時のものはこう単語とか文単位でしかないため、まあまだまだだよねってことで、あとステートオブジェクトのモデルも、まあ、ポステックってこういうふうに言われているんですけど、それもこう莫大な事前学習を必要としているということで、まあ、筆者たちは文単位と文章単位、まあ、2つの、軽量な手法を提案しています。シェアタスク、これは参照翻訳、まあ、スコアがない状態、与えられない状態で品質を推定するまあ、0から1の間で1、値が小さいほど品質がいいというスコア付けがされています。で従来の手法だと、単語、区、分、単位の、QE で、莫大な事前学習だとか特注量エンジニアリングだとかで、なんか結構頑張らないといけない。でそれに対して、いると。であとまあそれに使う、翻訳なんですけど、SMT と NM これ2つの層に分かれていて、プレディクターとエスティメーターっていう2つあります。プレディクターだとエンコーダーデコーダーの RNN で、文脈表現に基づいて、単語を予測していく、まあ、これをまず事前学習するために大規模なデータ と、すごく強い計算リソースが必要で、それに依存しているというふうになっています。で今度エスティメーターでこうプレディクターからの表現に基づいて、まあ、単語フレーズ文いずれか3つの中からこう予測した品質のスコアをこう生成するという形になっています。まあ、左側1が先天数レベル分レベルに予測、右側緑の方が、文章単位の予測になっています。で、提案手法は、まあ、軽量でシンプルかつこう大規模な自然訓練などが必要ないというふうなことで、既存の先ほど説明したポステックと、の違いを見せています。まあ、それぞれについて説明していきます。まず文レベルの場合だと、まあ、ソースと、翻訳のそのエンコーダーの方を独立に入れてあげて、独立してこう学習させて、最終的にこうアテンションで正規化した重みを計算して、で最終的に、その文の表すベクトルっていうのがこう2つの先ほど求めた隠れ状態と重みの、積の総和で表すことになっています。でそれを最終的にシグモイドで0から1にスコア付けして、最終的にこう出力するという流れになっています。次にこうドキュメントレベル文章単位だと、まあ、文章ってこう文の集合なんですけど、これただ単にこう文レベルの
スコアの集合。アテンションを使って、まあ、文の表現をこう入れてあげると、まあ、最終的に、こちらの同じような式で、文章単位のものを出力する形になっています。次に、提案手法の評価を評価するために、まず文単位で実験をしています。まあ、データセットは、英語からドイツの方の語の方でこう IT ドメインで、2万8000分あるものと、英語からラトビアで、まあ、開発とテストデータを1000と2000に分けて残りでトリにする形で実験をしています。で、用いたこの QE の、システムが、ベースラインがその WMT2017 っていうその QE タスクの、まあ、ベースラインとして設定されているクエストっていうものと、あと既存の一番その段階でステートオブジェアートの、ポステックっていうもの、あと提案手法 YRMN のセンテンスレベルのものを3つ使ってやっています。で、今回こうポステックのプレディクターを事前訓練させてからこう実験するような形になっています。で、結果です。まず英語からドイツ語の方だと、まあ、提案手法だと、まあ、とりあえずはこう SMT、NMT ともに、提案手法の、ものを上回って、すいません、言い忘れてたんですけど、評価の仕方としては、まあ、スコアを出して、まあ、それと、まあ、答えのスコアのものと、そのピアソンの相関係数を取って、あと平均二乗誤差も取っているので、こちらのドローというのがピアソンの相関係数で、MAE っていうのが、あって、で、SMT と NMT について実験してて、で、こちらが英語とドイツ語、こちらが英語とラトビアの方になってて、で、その中でこうさらにピアソンと平均二乗誤差みたいな形でちょっと複雑なんですけど、そういう風な用語をたくさん使っています。で、話を戻すとこう英語とドイツ語だと、まあ、SMT、NMT ともに、まあ、提案手法のものを上回っていて、で、かつ、訓練後のポステック、こちらのものに、まあ、多少近づいているような、とラトビア、こちらの右の、列を見てみると、まあ、SMT だと、まあ、ベースラインかを上回っていて、まあ、これ0.357 と 0.100 まで上回っていて、で、訓練後のポステックに、まあ、迫ってはいると。 でも NMT だと、まあ、ベースラインが一番高い数字になっているというふうになっています。で、次に、文書単位での、評価をしています。データセットは、WMT2018タスクがあって、それの翻訳結果を片っ端から集めてきたというものを使っています。で、これ4種類あって、ジャーマンイングリッシュとイングリッシュスパニッシュとイングリッシュフレンチとイングリッシュロシアン、4種類あって、で、それぞれこれだけの文章数あるんですけど、
それを、まあ全部の文章っていうものと、まあ、これオールって言ってて、であとは、それぞれの文章につ、ついて、それぞれの都市において、まあ、いろんなシステムが翻訳して出力提出してるんですけど、その中でもこう一番低かったシステムが提出した文章をこう高いものと低いものだけをこう集めたっていうフィルターっていうものを使っています。でこれについては、まあ、極端な品質レベルだけをこう考慮すれば、区別しやすくなるんじゃないか、まあ、品質予測がしやすくなるんじゃないかっていう考えのもとで、このような分け方をしています。で、また先ほどのデータセットについて書かれた表なんですけど、まあ、これだけのそれぞれの言語対に対してこれだけの文書数、したっていう形になっています。で、で真ん中の行が、各文書における、文の数の平均で、右から3つがそれぞれのこう文書単位のこうブルーの平均なんですけど、まあブルーって書いてあるのが文書レベルのブルーの平均で、で、2番目の W ブルーっていうのが文書レベルの重み付きのブルーの平均で、これまあそれぞれの文ごとの、文の長さを重みとして使って DIF によって重み付けされたブルーの平均を取っています。そうするとこう、下のような少し分子だけ変わった計算式になっています。このようなこうデータセットを使って、文章単位の実験をしています。でまた何を使ったかっていうと、ベースラインがまた先ほどと同じ、クエストってやつで、これもともと文単位だったんですけど、これをこう SVR 使って、文章レベルの、QE システムを学習させたものを使っています。で、既存手法が先ほどさせています。でそれに対して、提案手法の BIRNN の、文章単位のものを使って、この3つを使ってこう評価をしています。で結果なんですけど、最初にこうベースラインのまずその4言語対のうちの、英語ドイツ語っていうものペアと英語とスペイン語のペア2組だけを、先ほどのこの3つの手法で評価したものを示します。そうすると、まずベースラインがこれだけの数値が出てるんですけど、まあ上のポステックってやつが提案手法、既存手法で、下のバイアルNNが提案手法で、それがこうまた既存手法提案手法みたいになってて、そうすると、全体的にこうオールの時のバイアルNNの方が、まあ、割と高い数字が出て、まあ、強い相関が出ているというふうになってて、まあ、特にT ブルーっていうものと強い相関が出ているということが分かっています。で、すいません、また説明忘れてたんですけど、このラストとまた後っていうふうに書いて
遅れ層だけを、スコアとして出したもので、あとっていうのがアテンションのことなんですけど、アテンションをつけたものになっています。で、最初に提案手法が、既存の手法よりも高いスコアが出てって、ベースラインよりも高かったんですけど、アテンションあるなしだと、そんなに数字が変わってないから別にアテンションなくてもよかったんじゃないかなみたいな、あってもなくてもそんなに変わんないんじゃないっていうことを言っていました。で、これの訓練に関しては、10倍以上速くなっているというふうに述べているので、この提案した手法が、の優位性をこう示していました。で、次にこう残りの2つの言語ペアについて、この提案手法だけでやってみた結果なんですけど、この2つの言語について比べると、やっぱりこう英語からロシア語っていう時に少し、数字が、相関が低くなってしまっている、こちらとか低くなってしまっているんですけど、それに対してはこう言語対同士でのこう翻訳の難しさみたいなものをこう述べていて、翻訳機自体がその変換を、ニューラルベースでこう文と 文書単位2つの品質予測の手法を提案しています。で、既存の、最も高かった精度ステートオブジェアートの手法であるホステックというものに対して、と文単位ではセンテンスレベルでは迫る結果で、文書単位とドキュメントレベルではそれを提案手法を上回る結果が出ていました。で、また、文書単位の時の訓練時間は40倍速くなっているというふうになっています。で、今回使われたコードが以下にあります。これで発表を終わります。